はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸1をお送りします。で、ここからですね、やっと数列変わりまして、等比数列についてやっていきます。で、最初なのでポイントがあって、それも含めて全部で5問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、最初にもね、言ったように、等比です。等差じゃなくてね、等比数列について始まるんですが、まず等比数列が何かで、教科書とかに書いてある表現を使うと、各項に一定の数 R をかけると次の項が得られるとき、この数列を等比数列といいという感じで書いてあります。もちろんこれでね、分かる子は分かるんですけど、ちょっと分かりにくいっていうところもあるので、すげえシンプルに言えば、等差の時、前までの勉強のね、等差数列っていうのは、前の項に同じ数を足していくじゃないですか。これって、まあ、例えば3だったら3ずつ増えていく、もちろんマイナスだったらね、減っていきますけど、で、ここはかけていくんです、足すんではなくて。だからここ見ていくと、1に3をかけるから3、3に3をかけるから9、9に3をかけるからランってなっていく、それが等比数列です。で、その、この数をかけていくよっていう数のことを R って文字を使って、項比って言います。ね、項比。等差数列の時は項差だったけどね。で、その時に全ての自然数 N について、AN プラス1イコールホニャララが成り立つと。で、これも先にね、書いてしまうと、RAN が成り立ちます。で、これは教科書とかワークによっては ANR って書いてるところもあると思います。ちょっと自分がね、こうやって習って、これでも覚えてるので、ちょっとお許しください。で、あれね、どういうことかっていうと、例えば、まあ、項が、これ等比数列ね。まあ、並んでて、これが N 番目、つまり AN ね。だとしたら、これ N 番目だから、次 N 足す1番目でしょ。つまり、次のやつが、A の N プラス1と、まあ、こう表されるんですけど、A の N プラス1、ここね、の数は、1個前の AN にかける R をしたら、必ずこれになるよね。だって、これに3をかけたら次になるんだもん。これに3をかけたら次になるんだもん。だから、N プラス1番目の項っていうのは、1個前の N に R をかけたものだよって。で、今、これ、等差数列の時も、N プラス1と N で表されますけど、これ無理やり変えて、A の N プラス2、N プラス2番目っていうのは、A の N プラス1番目に R をかけたものと同じですと。これも成り立ちます。で、これは結局全部同じことを言ってて、N プラス2番目はここでしょ？ A の N プラス2。ここの項は、1個前は A の N プラス1だから。1個前に、項比の R をかけたら成り立ちますよねって。で、それを言ってます、あれは。で、もう一個。大事なのは一般項ですね。で、一般項は、初項と項比。この二つです。初項と項比。が、分かってれば出すことができて、その公式が、初項かける R、項比の N-1 乗です。N-1 乗。A の R、A×R の N-1 乗となります。で、まあね、一般項はすごいよく出てくるので、あれもね、しっかり覚えてもらって、で、実際下の問題解いていくんですけど、まず四角に当てはまる数を考えていくと、まあ、これさっきやっちゃったけどね、1に3をかけて3で、3に9、3をかけて9ってなっていくから、3をかけて9327で、27に3をかけると、81と。これで四角が埋まります。で、一般項、求めるときはさっきも言ったようにね、この二つ。初項と項比が分かればいいので、初項は1だね。で、項比は今3ずつかけていったから3って分かるので、一般項、AN イコール、ちょっと一回普通に書けよ、あの通りね。初項かける項比の N-1 乗
でも初項の1かけるって必要ないから書く必要ないんでね。3の n-1 乗と、これが一般項になります。で、一応あれで求められるか確かめていくと、例えばどうしようか、じゃあ3項目ここにしようか。3つ目、3項目なんで n が3の時です。 n に3を入れると3の2乗になるね。3引く1だから3の2乗、つまりサザンが9になってる、 OK だと。で、例えば1を入れるとここね、1項目 n に1を入れると3の0乗になるんだよね。で、0乗っていうのは1だから、だから1になってるから OK だよ。まああれが一般項になってるよねっていう。で、次はね、最初は四角になっちゃってるんですけど、まあ2個並んでるとこね、確認すればこうやってね、いくつかけるかはすぐ分かるので、これかけるマイナス2だね、押してると。だからマイナス20にマイナス2をかければ40になります、まあ、こっちもちゃんとなってるしね。で、逆に考えると、じゃあこれに何かけたら、あ、ごめん、これにマイナス2をかけたら10になる。じゃあ何にかければいいのかなって考えたら、まあ、これ暗算でマイナス5って言ってもいいかなと思います。もしあれだったら戻すので、10割るマイナス2をしたら出てくるんですけどごめんね。で、初項と項比が分かったので、初項がマイナス5で、項比がマイナス2か。だから an イコール初項かける、で、項比がマイナスの時は、分数の時もそうですけど、の時は括弧をつけてマイナス2の n マイナス1乗と、これで OK となります。でもってね、最後なんですけど、これちょっとめんどくさくって、自分で作っといてね、あれなんだけど、まず3から1になってる、横ね2つ並んでるんで、何をかけてるかなって調べたいんですけど、これ結論から言えば3入っていくかな、あ、大丈夫ね、3分の1をかけてます。一応確かめようか。3に3分の1をかけると、まあ、約分するんでね、ちゃんと1になってると。で、もちろんこれがね、まあ、あ、そうですよねって納得できればいいんですが、意外とこれちょっとつまずっこも見てきたので、あの、3が1になってる、これこっちの方がピンとくるんだよね、最初。あ、3割る3すれば1になるよっつって。で、そうなった時に、3割る3割るを無理やりかけるに直せば、3かける割るの後ろ、これ小学校でやったやつね、割り算の後ろっていうのは逆数に変わるから、だからこれもともと1分の3だからね、ひっくり返してかける3分の1って考えてもいいですけど、まあすんなりいければ一番いいですね、ここは。で、3分の1ずつかけてるっていうのが分かったから、あとはもうやっていくだけ。1に3分の1をかけたら、そのまま3分の1でちゃんと9分の1になってるし、これに3分の1をかけると27分の1とこうなります。で、こっからがですね、ちょっとややこしいというか、まず初項ね、3でございます。で、項比は3分の1なので、これ普通に書いていくと、まあ初項3だからさ、3かける分数括弧にします、3分の1の n マイナス1乗ってなる。でね、まあ、10講師やってた時に高校生も教えてたんですけど、これでね、丸になる先生もいたんです、結構。そう、いたんですけど、自分が現役の時はこれダメだったので、ちょっとそこで困ってて、実は。だから、できれば、みんなが定期テスト対策で見てくれてたりするんであれば、学校の先生の指示を、まあ、確認をしてもらえるのが一番正しいかなと思います。定期テストの時は。だけど、これ、3とね、3分の1ってまとめることができるの。くっつけることが。で、どうくっつけるかっていうと、まあ、自分は3に合わせたいんで3に持っていっちゃうんだけど、3分の1っていう部分を3に変えるのね。で、変えるとどうなるかっていうと、3かける、これこっちの3ね。3分の1、逆数にすれば1分の3だから3になるじゃんか。でも、指数を逆数に変えたとき、逆にね、変えたときっていうのは、肩についてる数字をマイナスに変えるんです。まあ、符号を変えるの。だから、肩についてる数字 n-1 なんで、マイナスくっつけると、マイナス n プラス1になります。マイナス n プラス1。
ちょっとそれ、わーっとひっくり返して、1-n って書きますけど、自分今。こうやって変えることができるんです。で、これは指数はもう、あと事前にというか、もう結構前にも勉強してる内容なので、ちょっと忘れちゃった子もいるかもしれないですけど、一回、指数っていうのはひっくり返す。ね、下の部分をひっくり返したら、肩の数字の符号が変わるんです。で、こっからどうなるかっていうと、これくっつけることができて、結局、3-n乗になります。で、これはなぜかっていうと、ここ、実は1が隠れてるね。3-1乗の1が。で、下の数字が揃ってるとき、指数の。今、3と3が揃ってるけど、そのときは、肩の数字を足すことができる。足すんだよ。だから、1と1-n をくっつける。足して、2-n となって、これで丸のイメージなの、自分は。いい？で、実は、これ、まあ、合わせ方もやってるんで、もうね、詳しくやらないですけど、1/3に合わせることもできます。で、ちょっとこっちに書こうか。ごめん、書けなくなっちゃった。もし、1/3に合わせたら、1/3の n-2乗になります。もちろん、こっちもいいと思うんですけど、自分はこうやって整数にできるんだったらね、整数に持っていっちゃうタイプなので、こうやって合わせますが、まあ、こんな感じで、のがいいかなと思います。個人的には。ただ、さっきも言ったように、ここで止めても丸だった先生を見てきてるので、ちょっとみんなの学校先生にうまく合わせてください、そこはね。模試とかはこっちの方がいいと思うけど、ここまで持っていく方がね。といった感じです。はい。合わせるで、くっつけられるときはくっつけましょう。こういう感じでね、-5と-2とか絶対くっつけられないんで、そういうのはいいんですけど、全然。といった感じになります。では、今回は、高校数学数 B の等比数列とその和丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2が問題演習が3問やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。